皆さんこんにちは。今日はここら辺にヤバい奴がいるらしいので、ちょっとそいつを倒しに行こうと思います。レッツゴー。ここら辺だと思うんですけど、うわなんかいる。こいつはもしかして、バイオハザード RE2 のタイラントじゃないですか。ちょっと手強そうですね。普通のピストルじゃ勝てないだろ。確かにバイオハザード本編では、こんな感じのロケットランチャーを使ってましたね。とりあえずピストルで頑張ろうと思います。あ、ちなみにこのピストルこんな感じで連射できます。いやなんかこの BGM この画面に合ってなくない？全然効いてるように見えないんだけど、体力どんだけあるんだよ。そろそろ我慢の限界来ちゃってるので、もうあれ使うわ。何を使うの？リリートランチャー。マジかよ、使うのかよ。ちょっと効いてるね。弾数も限られてきてるから、できればロケランを使いたいんだけど、こいつガチで素早いも。今の結構ダメージ入ったっぽくね。やべえ、もうロケランの弾がなくなっちまった。こっからショットガンでいきます。